碧南市の南部では気候や土壌がトマトの栽培に適しているとして、昭和30年代から栽培が始まり、現在は8軒の農家が4ヘクタールほどの敷地でおよそ520トンを出荷しています。このうち吉尾井町にある根木田隆輝さんのハウスでも収穫が始まり、甘みと酸味のバランスが良い品種のトマト、桃太郎ネクストを一つ一つ丁寧にもぎ取り収穫していました。収穫されたトマトは傷がないかなどのチェックを受けた後、機械で階級ごとに分けられ箱詰めされます。今年は夏の暑さの影響などから例年より10日ほど遅い出荷となりましたが、今後は天候が安定し出荷量も増えていく見込みだということです。